カーディフの式には赤い竜と共に花のついたリーキが描かれているリーキは地中海沿岸原産の野菜でありアリウムアンペラプロスサムの栽培品種である。リークとも。威訳して西洋ネギ、ニラネギ、西洋ニラネギなどとも。また、フランス語名のポワロ、イタリア語名のポンロからポワロネギ、ポワロネギ、ポロネギとも呼ばれる。ネギと同じ族に属する。 ネギのように円筒形の白い部分を食用とする。ネギよりは太くて重く、下煮たネギに煮る。ネギと違い、葉は固く平らに潰れている。栽培法は根深ネギとほぼ同様であり、種子によって繁殖する。禁煙のジャンボニンニクは栄養繁殖によって増える。春巻きの品種と秋巻きの品種とがある。一般的に越冬型の方が香りが強い。 ネブカネギと同様に軟白化した部分を煮込み、スープ、サラダなどに利用する。緑色の部分も若く柔らかいものは、ニラのように利用される。フランスでは、それぞれの季節に適した品種があり、通年で手に入るが、最も流通が増えるのは冬である。ねっとりとした食感と、上品な風味を生かしたポタージュや、虫に、オーブンを使った料理に、などに使われる。また、 ジャガイモやパースニップとの相性が良く、香味野菜としても利用される。日本への輸入は、ベルギーやオランダなどのヨーロッパ産もしくは、オーストラリアやニュージーランドのオセアニア産がほとんどで、あり、日本での生産量は非常に少なく、わずかに特産品作りとしての試験的な生産が試みられており、貴重な国産品として、大田市場や帝国ホテルに高値で卸されている。 リーはラッパ水泉と共にウェールズの国家、国章である。国家というが、リーの花ではなく、食用とする形容の部分が国家となっている。ただし、カーディフの式に描かれたリーにはネギ坊主の型の花も入っている。ウェールズの守護聖人、デイビッドのシンボルでもある。彼は、ウェールズの軍人に戦場で敵味方の区別をするために帽子にリーを付けさせた。 それにちなみ、3月1日の聖デイビッドの日には、リ益キを身につける習慣がある。ウェールズの郷土料理にはリ益キを使ったものが多い。リーキポリッジ、カウルケニンなどがある。ありがとうございます。